マンハイム系ラインバン GT8S 型電車 GT8S はドイツの大都市デュッセルドルフ及び周辺各都市を結ぶ電気鉄道に導入された電車。従来の車両から各部の近代化が図られた三車体連接車でポーランド各都市への譲渡も行われている。1960年代モータリゼーションの進行により道路の混雑が激化したドイツの 各都市では、路面電車の定時性や輸送力の確保を目的に、平用軌道を地下トンネルへ移し、高規格化を行うシュタットバーンの計画が進行しており、デュッセルドルフでも1975年から市内中心部の路線のシュタットバーン化工事が始まった。これに先立ち、同区間に適した車両として導入が実施されたのが、地元のデュッセルドルフ車両製造が製造した三車体。 連接者の GT8S である。形式名は、スタッドバーン向け連接者、車軸数8という意味を持つ。ライン側鉄道会社によって運営されていた、デュッセルドルフ市内の路面電車や近接する各都市を結ぶ都市間電車には、1950年代初頭から、デュッセルドルフ車両製造会社製の電車、通称、デュワグカーが導入され、1956年以降は、 さらに収容力を増やした連接車の大量生産が行われていた。GT8S 型はこれらの車両をもとに改良を加えたマンハイム型と呼ばれる車種で以下のような設計変更が行われている。GT8S は1973年から製造が始まり、1975年までに69両が導入された。そのうち65両は、 通常の運行に使用される一般車両であった一方、4両についてはデュースブルグ方面向けの食堂車として製造され、車内には調理室やテーブル付きの座席などの教職設備が設置されていた。これらの車両は都市間系統へ重点的に導入され、同系統で運行していたデュワグカーはデュッセルドルフ市内の系統へと転属した。その後、工事が進んでいた。 近く間は1981年から本格的な営業運転を開始したが、これらの区間は高速運転を行う関係から、プラットフォームが高い位置に設置されていた。そのため、大型の新型車両とともに、近く間で使用されることとなった GT8S については、乗降扉がプラットフォームに合わせた位置に変更され、下部には、 従来の低床式プラットフォームに対応したステップが設置された。この改造を受けた車両は GT8SU に形式名も改められ、1980年から1984年にかけて40両が改造を受けた。その際に通常の運行に用いられる車両については、車両番号の変更が行われた一方、教職設備を有する3100番台はそのままの、 番号が維持された。また、改造を受けなかった残りの29両については、都市間系統から撤退し、以降は、デュッセルドルフ市内での検定運用となった。両社とも長年にわたって、主力車両として使用されていたが、未改造の29両については、超低証電車の NF8U の導入に伴い2009年から運用を離脱し、事項で述べるように、 ポーランドへの売却が実施され、最後の車両は2011年6月10日をもって、デュッセルドルフでの運用を終了した。一方、近区間向けの改造を受けた GT8SU については、以降も継続してデュッセルドルフ及び、周辺都市向けの都市関係等で使用されており、2019年時点でも30両が在籍するが、これらの車両についても、 将来的に新型電車へ置き換えられることが決定している。前日の通り、デュッセルドルフでの運用から撤退したステップ、未改造の29両については全車ともポーランドのクラクフ市電への譲渡が行われ、2009年から使用が行われている。同市電での運用に合わせて塗装が青と白を基調としたものに変更されているほか、大半の車両は、 中間車体を心臓品の低床車体に交換することによるバリアフリーへの対応、運転台及び前面のデザインなどの更新が実施された GT8N に改造されている。さらにそのうち2両については制御装置についても電気し、直波制御方式のものへの交換が行われている。これらの車両のうち最後にデュッセルドルフからの譲渡が実施された6両については、 一部区間の工事に伴い両運転台車両の必要が生じた。ポズナン市電へ一時的に貸し出され、デュッセルドルフ時代の姿のまま2011年から2012年まで使用された。その後は他社と同様の改造や塗装変更を受けた上で、クラクフ市電へ再上とされている。ありがとうございます。